藤原藤丸は、平安時代初期の貴族。藤原南家、小瀬丸流、佐野騎手、藤原村田の次男。下には、十四位下、陸、奥ではあじち。淳納町において、東宮、正義親王に使いその長宮を受ける。天朝十年東宮昇進に任ぜられ、やがて、この絵証言に転任する。同年三月の正義親王の即位に伴い、十五位下。 右、この江少将に助任された。上は四年合わすを兼ねる。上は九年正月に十五以上に少女される。同年九月には、友の小は峰と立花の早成が無本を起こすが、右、馬之助、佐伯偶と共に、この江兵を率いて、無本人を包囲して捕獲に成功。この功労により、藤丸は正五位した、右この江中将に昇進する。 上は十二年十四位した。上は十三年に、陸、奥では汗地として、東北地方に下校するが、不妊にあたり清涼殿に招かれ、人名天皇から、低調な恩賞を受け、担ぎと綾木ぎぬぎれを賜物もの組みされた。箇所二年冬に、平安系に帰還するが、翌箇所三年春に背中に悪そうを患らい、二月十六日に即、即挙去年四十七。 最終官位は、陸、奥では、せちじゅうした。若い頃から大学で学び、広く士官に通じた一方、キューバにも引い出た。性格は恩賀であった。長く、この F の武官を務めたが、よく子卒の関心を得ることができ、人形天皇から将軍としての才があると評された。死去の際、人々は皆悲しみを惜しんだという。俗日本語記による、孫貴文脈による、 ありがとうございます。